淡路島最大級の貸別荘が今月10日にオープンするのを前に内覧会が開かれました今月10日に南淡路市にオープンする空ビラすべての部屋が海に面するオーシャンフロントの貸別荘です貸別荘は最大7人が宿泊できるスイートビラなど合わせて15棟ありテーマ別のインテリアでそれぞれ内装が異なっていて このうち3棟は愛犬と宿泊することが可能です。また、ソラビラの運営は地元の力を生かすことをコンセプトに、南淡路市在住のスタッフを多く雇用しているほか、地元の飲食店の協力を得て南淡路市の食材を使った食事を提供するということです。食材に関しては全て南淡路市のお肉屋さん、野菜も調達しています。 大きな窓全棟に設置していますので、お部屋からでも踏みを見渡せると。ソラビラはホームページから予約を受け付けていて、今月10日にオープンします。